キングプリンス、アップルミュージックのラジオ番組に出演コンセプト、アルバム制作秘話について語るアップルミュージックの J-POP Now ラジオは、注目のニューリリースや話題のヒットソングを紹介する J-POP の今が詰まったラジオ番組。DJ の落合健太郎によるスペシャルゲストを迎えての、ここでしか聞けないインタビューも好評です。エピソード181のゲストには、キングプリンスの二人を迎え、 10月14日にデジタル先行配信した r e エ a についてインタビューを行いました。最新アルバム r e エ a について高橋海人は過去最高と思えるアルバムができましたと語り、タイトルについて長瀬恋は過去のこともしょって僕らが新しいキングプリンスの新しい時代エラをまた築いていこうという気持ちを込めましたとそれぞれ初のコンセプト、アルバムに込める思いを話してくれています。 また、最新アルバムをドルビー・アトモスによる空間オーディオで聴いた二人。徐々にめり込んでいくような感覚があって、やっぱり空間オーディオ面白いなと思いました。高橋、オディセイという楽曲では心臓の音を入れていて、人の胸の上で寝ているのかというぐらいドクドクというのが聞こえてくる、長セット。楽曲の魅力とともにまるで全方位から音に包み込まれるかのようなサウンド体験の素晴らしさについてアピールしました。 インタビューは初のコンセプト、アルバムとなった経緯や制作費は、最新アルバムでコラボレーションした様々アーティストとの裏話についてなど、最後まで必聴の内容です。アップルミュージックでは、キングプリンスの最新アルバム、r e エラをドルビー・アトモスによる空間オーディオでお楽しみいただけます。キングプリンスの二人の魅力が詰まった最新アルバムを、ぜひアップルミュージックでお楽しみください。